皆さんこんにちは、ロバート秋山です。自分で言っちゃった。言っちゃいました。ですね、いつもコメントありがとうございます、はい、見ていただいて、今日はね、コメント欄でちょっと結構長く書いていただいてた人に返信したかったんですけど、はい、ちょっと返信するとちょっと文字数が多くなっちゃうんで、はい、リクエストをいただいたんで、はい、ちょっとやります。でアップライトにしたらドロップするようになっちゃったので、でこれは、アップライトにしたこととかと関係ありますかみたいなことを、はい、書いていただいてたんで、それちょっとお答えします。はい、ドロップね、はい、でドロップの、ほとんどの原因ですよ、はい、俺らもあるじゃん、たまにするね、ドロップするとき、うんうん、これほとんど、アップライトにしたもちろんアップライトにして、フラットでもそうなんだけど、ドロップのほとんどの原因ってやっぱりインパクトの時にトーダウンです。あ、それがもう、7割ぐらい。あ、7割くらいね、うん、はい、あとはその打球面、はい、例えばドライバーだったら、はい、上っ面に当たっちゃうとか。あ、上っ面ってどこですか。上っ面、ごめんなさい、上っ面って、あ、上の方ね、はいはい、上っ面で、その上下に当たるとやっぱり どっちかというと回転数が多くなって吹き上がるんですよ。例えばなんか上っ面に当たるとドロップする、はい、でも多分その方が言ってるのは上っ面に当たってしまってドロップしてるっていうんじゃなくて、はい、スイングをチェンジしてからドロップしちゃったって言ってるんで、多分それはね、上っ面に当たっちゃうんですよねじゃないんだよね、うん、結構芯に当たってもドロップしちゃってるっていう多分感覚なんだと思う、はい、で一つはこう構えた時、腕とシャフトの角度あるじゃないですか、はい、これよりも当然かなり、アップライトに上げてこう手元が浮いちゃう、はい、浮いちゃって、ドロップする。うん、今なんか手元浮くとやっぱり引っ掛け、プッシュもあるし引っ掛けもあるんだけど、はい、まずそうですね、基本的にちゃんとその番手とかドライバーに対するスピン量が足りなくなる。あとその手元が浮くもう一つの原因として多分ですよ、はい、結構身長が高い方だと思うんで、はい、181だと思うんですけど、はい、アップライトにすると何が起きるかって言ったら、多分今までじゃ普通だったとしましょう、普通、はい、これぐらいから多分アップライトにするとこの球だと遠いんですよ。だからアップライトにした時に絶対ちょっとね近くなってるんですよ、ね、球に。あ、その人がアップライトにした時、ただ体はきちっといいとこは立ってんだけど、本来だったら、これぐらい、肩よりちょっと手元前ぐらいがいいんだけど、多分かなり近くなっちゃってですね、そうすると詰まるんで、こうやってここでは打てないですなかなか、はい、なんで近くなってちょっと打つ時にこうハンドアップになっちゃう、それでこうドロップしてるっていうのが、はい、私のアンサーでございます、はい、じゃあどうしたらいいのかっつったら、はい、昔のこうスイングって変えると昔のスイングって忘れちゃうよね、はい、忘れちゃうじゃん、はい、でももう一回やっぱりそのアドレスを見直してもらえる、はい、でアップライトは全然 OK なんですよ、はい、実は、はい、ですごい難しい問題になっちゃうんだけど、その人の手の長さとかさ、はい、グリップをこう持った時に、はい、じゃあすごい手の長い人だと、ここになるよね、はい、ここになるから、こう立ち上がんなきゃダメだとか、はい、だからクラブの長さとかってすごい大事で、ギアのそのやり方とか、はい、あとはドロップしちゃう原因、2つ言ったけど、もう1つは雷角が合ってないとかの可能性もあるんですよ。で、例えばじゃあ近く構えちゃうと普通、遠く構えてるとこうやって先端浮くよね、はい、これめちゃめちゃちょっと大げさにやってますけど、はい、で近く構えてシャフトプレーもこうやってアップライトになると、はい、どっちかっていうと、ヒール側が浮きそうになるぐらいの感覚になるじゃないですか、はい、そうするとやっぱりドロップしやすいかな、そのクラブの性能が全部発揮できず
逆に言うと回転数が減るから、はい、アイアンなんか飛んでっちゃう可能性もあるけど、はい、ドロップしてね、はい、アイアンでドロップすると飛ぶじゃない、はい、ドライバーだとキャリーが出ないけど、だそういうクラブのライ角とかもアップライトにしたらちょっと変えなきゃいけないんだよね。うーん、結局そういうことになっちゃうんですよ。今までこれぐらいのアドレスでこのシャフトプレーンでライ角が合ってたものを、はい、もしこうなっちゃって構えるとこのクラブは来角がフラットになっちゃうんですよ。あ、だからアップライトに変えることは全然悪くないんですけど、はい、それによってちょっとあの例えばあの攻防でアイアンとかまあ、ドライバーの来角なかなか変わらないんだけど、はい、やっぱり1度とか2度アップライトにしないと、アップライトってここをこう立ち上げてもらわなきゃいけないですよね。立ち上げてもらわなきゃいけない。アップライトにしないとしっかりしたあのこう接地面がこうしっかりしない、はい、でそれでそのドライバーとかでドロップしちゃってるとなるとかなりちょっとカチャカチャで、あれ1度ぐらいアップライトになるのかな今の。なるね、なるね、はい、それだけでもちょっと足りない可能性があるんでドロップしちゃってるとすると、うん、でもしそれをやってないならまずはドライバーのまあカチャカチャが効くドライバーを使ってるなら、はい、アップライトにしてください、はい、そうするとドロップは減ります。うん、でたまにドロップさせないじゃあ打ち方ってさ、まあ、一つは、まあ、これは良くないね、こういう解決法は良くないけど、まあ、カットにこうやって打っちゃえば、はい、まあ、球浮いていくんですよ。あ、当然スライス回転の方がバックスピン量って増えるんで、はい、球浮いていく、でも飛距離は落ちちゃうじゃないですか、はい、だからそのドロップを直してまっすぐ打つとなると、例えば前にも言ったんですけど、じゃあもうこう近く構えちゃいました、はい、もうしょうがないです。でもやっぱり当たった時に、前に言ったんですけど、今これ左腕とシャフト今まっすぐですよね、はい、やっぱりそのクラブのなりのバックスピン量を出す、ドロップしないためには、まあ、このシャフトと腕の角度が180よりも10度ぐらいはつかないとダメなんですよ。インパクトの時に、はい、ついた方がいいです、はい、で例えばじゃあデシャンボなんかここ当たってるじゃんと、はい、こうやって構えて、はい、でもその分めちゃめちゃアップライトなんですよ。パターもそうですよね、はい、あの人こうか、はい、こう構えてるけどすごいアップライトだから、うん、パターがこうちゃんとついてるじゃん、うん、だからそのあの人はあの人なりにこう構えてこうやって当たるけど、当たった時にこう当たってるけどヘッドはちゃんとこういう角度を保ててる、保ってるってことね、あの来角に合わせてるからしっかり球が飛んでいく、はい、でしかもほらクラブが全部同じでしょ、あのクラブの長さ6番アイアンかなんかと、そうですね、ピッチング位置とかも、はい、だ相当そういう来角とかをめちゃめちゃ細かく測ってるっていうのがあります。でもそこまでアマチュアの人ってできないと思うんで、単にスイングを少し変えるだけでいいと思いますね、はい、だこれはクラブってスイングって基本的にはこう上級者になってくるとこうやって立って降りてくることってまずないじゃないですか、はい、でどっちかというとこう寝るわけじゃないけど、うん、プレーン上に来るよ、ね、プレーン上ですね、はい、プレーン上からゴルフってやっぱりこう少しこう寝てる感じからこう立ち上げていくのがゴルフスイングですよね、うん、立って降りてきたものを寝かせて振り抜くっていうのはゴルフスイングとしてはあんまりいい傾向ではない、はい、ただそうやって打ってそういうスライスを打ちたいとかもあるけど、はい、基本的にはちょっとこう寝て入ってできてるものをこう立ち上げて打っていくのがゴルフスイングなんで、はい、あのコメントいただいた方がドロップをしないための対策としては、まあ、アップライトになりました、はい、入ってきました、クラブヘッドがここ当たります、今まで多分こう当たってこの辺にヘッド抜けちゃうんですね、はい、トーダウンするとこういう感じ、はいはいはい、このヘッドを当たった瞬間に内側、外側にこうやって立ち上げる動作を入れる感じでスイングしてもらう、はい、ゆっくり素振りすると、
こういう感じでイメージしてもらうと、はい、インパクトでこうしようとか角度つけようとかって、はい、なかなか難しいんですよ。だから振り抜いたところのヘッドの位置をちょっとイメージを変える、多分この辺に、はい、こうだって、はい、隠れていっちゃう、こういう状態ですね、はい、そうするとドロップするんですけど、ここのヘッドをここに抜く、はい、ちょっとこうね、こういう感じですねちょっとやりすぎですけど、まあ、イメージ、あの、はい、イメージ大げさに、ね、こうやって打つと実はドロップっていうかね、球捕まって結構飛ぶ、はい、スライスの人とかここから釣り竿を一気にこれでも球当たるじゃん、当たるね、そう、はい、でそうするとインパクトの時に腕とシャフトに結構角度がついてるんです。あ、球をちゃんと拾ってくれるんです、はい、でこれがこっち行かず、まあ、こっち行っちゃうとこう、あ、よくダフったりとか、だから引っ掛けドロップみたいのは出やすい、はい、だからもう単純に、今回、コメントいただいた方は当たったら恥ずかしくない程度に、じゃあ恥ずかしくない程度はこれぐらいですね。あ、そうですね、これぐらいですね、はいはい、恥ずかしくない程度、はい、でも僕だったら練習場じゃんと思って、うん、マグロが釣れるから釣るぞという感じで打ってもらうと、はい、ふわって球が浮いていく、もう一回言いますよ、はい、ふわって浮いていく感じ、はい、こう正面から見てこう恥ずかしくない、はい、程度、まあ、こういう感じでここに振り抜く、はい、今までこう登壇してこうなってるはずです、はい、この辺、はい、でもしちょっと自分で楽しくやりたいなと思ったらそこにねなかなか多分できないと思うよこれ。でも、うん、昔我々の見ていただいてる年齢の方って、まあ、東京近郊に住んでたら芝ゴルフ練習場ってあったのは、ありましたね、多分、はい、知ってる方もたくさんいると思うんですよ、はい、そこに名物のおじさんがいたんですよ、はい、めちゃくちゃうまいです、いつも同じ球打つ、その人は上げる時も上げるんですよ、まだほんとほんとほんと、はい、こう上げるんですね、はい、でここからフッて打ちます、はい、で今度でね、これもね我が道を行くで誰みんな見てんだけど、はい、変えない。昔あの樋口久子さんともう女子の覇権を争った、はい、清本女子プロさん、女子プロの清本さん、はいはいはい、清本さんなんかも女子プロのこうやって打つんですね。あ、だよく言う小池のほらグラビティゴルフっていうか、はい、やっぱグラビティもそうですね、うん、こう重力ですよね、はい、こう上げて重力利用して打ってもう一回アップライトに抜いていく、はい、だから昔のパーシモの時代とかってアップライトの方が絶対飛んだじゃん、はい、フラットにスイングする人ってのは曲げないイメージ、はい、でニクラウスとかジャンボさんとかアップライトに打つ人は飛ぶイメージ、はい、アップライトは全然悪いことじゃないです。ただヘッドの抜く位置だけ気をつけてください。アップライトでそのままでいいんでヘッドは少しこうそこね、はい、手元より結構前、はい、のヘッドの位置を意識して練習していただけるといいと思います、はい、以上、はい、ロバート大立でした。自分で言っちゃった、はい、似てるね。似てるんですよ、うん、意識しすぎでしょ。そうですね結構見ると面白いですよ。そうでしょ、ロバートさんね、はい、俺もあれぐらい面白くなりたいんですけど、はい、なりたいですね。じゃあロバートさんこれを見てたらぜひ、あ、よろしくお願いします。このチャンネルが楽しいと思いましたらこれファミリータイムっていう人のマンなんですけど、このチャンネルが楽しかったらぜひチャンネル登録といいねボタン、まあもちろんダメでもいいです。僕ら正しいことやってるつもりでもなかなか難しいんで、はい、ジャンボ尾崎さんとかタイガー・ウッズがやってるやつ多分全部いいねなんですけど、まだ小舘小池は、まあ、発展途上というか、そうですね、まあ、謙虚に、はい、ただうまくなると思います、はいはい、これ以上悩んだら銀ゴールへどうぞ、はいはい、ありがとうございました、はい。